はい、お疲れ様です。ほぽなかです。今日はここは藤岡のパーキングに来てます。藤岡パーキングはなんか、ちょっと待ってや。これね、藤岡のパーキングは道の駅とハイウェイオアシスなってます。ということで、ちょっとね、藤岡のパーキングサービスエリアは夜中を入ったことはあってんけど、ちょっとほぼほぼこんな時間に入るのは初めてで、トラック止めるパーキングも結構いっぱい止めれて、ワークがあって、はい、いい感じです。なんかあそこにな、観覧車が見えますね。観覧車見えて、あれ、まであの辺パーッと光っとってんけど、お店もう閉まってもうたんかな。お店閉まったかな。ちょっとこっち行こうか。今さっきな、山梨のドライバーさんに声かけてもらって、そう、キーホルダーだけプレゼントしました。今日だとシールと。ここは観光案内所だった。あ、電気いっぱいついてるわ。お店まだ開いてる。なんかこんなパーキング初めてやな。なんか海老名よりなんかいい感じ。海老名もいいけど、ここもいい感じ。肉の駅って書いてるな。肉屋さんはあるのか。あ、くまちゃん。うどん屋さんがあって、大正園、うどんつけ麺、地獄ラーメン、麺屋さんがある。なんかここ遊園地があるな。ちょっとした遊園地が、うん、あんな、今ちょっと小雨が降ってんね。ちょっと小雨やね。観覧車があって、今日はもうお休みかな。ライトアップだけしてくれてはる感じです。なんかすごい美味しそう。ラーメン屋さんか、ラーメンか。ラーメンええな。なんか食べようかな。お昼何食べたっけ。あ、お昼はえなきょうで、天ぷら、天丼食べた。天丼、ラーメンええな。まだ空いてるんか。こっちは、蕎麦屋さんがあって、ビビンバ屋さんと、もうお店閉まってはるわ。お昼までやって3時まで。ビビンバ屋さんも閉まってはる。すごいな、提灯でかっ。長い提灯やな。ちょっとラーメン屋さん以外何があるか探検してる間に閉まったら嫌やな。ラーメン屋さん何時までやろ。まだ開いてはるっぽい。ここはケーキ屋さん。何かここ海鮮丼屋さんや。週末 お寿司食べたから、今日はもうお寿司ええわ。マグロがぶら下がってる。なんかマグロ釣ったらこんな感じやんな。でかっ。こんなマグロって、でもこれあれかな、実物大の大きさかな。これでかいやばいな。マグロ釣られたこんな感じです。なんかマグロといえば、正月明けにいつもやってる大間のマグロのおっちゃん思い出すんやけど、はい、お寿司屋さんと、あ、海鮮丼屋さんと、ほんでからガテ屋、う、あ、ここは散髪屋さんかと、ファミリーマートですね。ファミリーマートは24時間
24時間営業ですね。この奥もなんかあるな。いや、あれパチンコ屋さんもあるやん。すごいな、パーキング止まってパチンコもどうぞみたいな感じだから。上り下りのパーキングなのかな、ちょっと分かりかねるな。あ、これ外出れるんや。だってもうこれあれやもんな、道路の看板があるもんな普通に。これ何、あ、ここが道の駅。へー、誰かと思ったらポストやん。はい、ここは外に出れます。うわ、綺麗な、綺麗に植えられてるわ。これは食べられへんやろうけど、綺麗な。大阪のおばちゃんやったら絶対持って帰りよるからな。まあパチンコはいかへんけど。はい、こんな感じで藤岡のパーキングです。というわけで、じゃあお店いろいろ見たんやけど、ラーメン食べます。はい、ということで本舗なんかラーメン食べることになりました、決めました。食肉卸売市場があるんや、道の駅に。うわ、いちご美味しそう。アグリプラザ鈴木アグリみたいやな。これはさっきのところで、ここはハローワークかな。じゃあなんかここの藤岡のパーキングすごいなんかあのきらびやか、あでやかで、なでやかで、あれゴン箱もすごいおしゃれ。何これ、やばい、かっこいいな、ゴン箱。じゃあファミリーマートは朝にあのちょっとなんか買い出しさせてもらいます。シュークリームも美味しそうなシュークリームやな。じゃあラーメン行きます。じゃあポチッとな、打ち立ての麺をお楽しみくださいですって。行きました。こんなんやったっけ。あ、これです、藤岡味噌贅沢ラーメンです。ただ上のこの生姜は控えめにしました。美味しそう、食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。いただいております。ラーメンすごい美味しい。煮卵もほどほどに美味しい。ほんまはこの豪快ラーメンにしたかったんけど、麺が2玉やから無理ということでこれにしました。この2玉は食べられん。
海苔が4枚も入ってる。おいしいわ。チャーシューもいっぱいや。チャーシューも大きいから、噛むんが大変や。麺の量はちょうどいくら、俺にはちょうどいい。
そう、うまい。美味しかった。豪快ラーメン行かんでよかったわ。モリモリやもん。さあ、じゃあ行こうか。ほんまにいいんですか？ありがとうございます。お疲れ様です。ドライバーさん、どうもどうも。はじめまして。足蔵。これあれですか、ドンキで買ったん？ドンキ、僕もドンキ、ドンキーズ。いや、さっきね、ラーメン食べ終わって偶然見つけられて声かけてもらいました。ありがとうございます。これスーパーグループ一緒じゃないですか？当てましたか？589、子供の名前、キラキラネームです。普通で、もう589、589から名前がレース、え、こから始まる？琥珀、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 あ、そうなんや。琥珀くん、琥珀くん、元気になってください。何歳なんですか？4歳。まだまだですね、可愛らしいです。もうね、高校生見てたらしいです。ヒゲ生えてる。じゃあ、この作ったグループいつ乗り換えたんですか？琥珀号は12日。あ、12日乗り換えるばっかり。じゃあ、使い方わからなかったら僕に聞いてください。何でも教えます。今やったらやっと慣れてきたかなってぐらい。やっと慣れてきました。ちゃんとエアサスも慣れましたか？リモコンで。あ、リモコンで。これね、ハンドアちゃうの？あ、ハンドアじゃん。これね、エアサスはハンドルでもできるけど、はい、はい、おー、スーパーグレートですね。ここで、はい、リモコン操作します。これね、僕ね、初めてこれね、スーパーグレート行った時ピアノ運んだんですよ、ピアノ運んだ時、ホームでエアサス上げろって言われて、上げ方わからんかったんですよ。そう、これは赤色にして上げ下げするんです。ほんで、これでどっちかに戻すんです。戻す時、メーターに出てるんですよ。上に戻せとか下に戻せとか。戻す時は緑で、上下する時はこれで、ほんで上下させて、ホーム付けで、こう高さ合わすでしょ、合わしたら、ここのストップボタンを押しながらエンジン切ったら、その高さでずっと調整されるんですよ。はい、ストップボタンを押しながらエンジンを切る。だから調整せんでも、ストップボタンを押したままエンジン切ると、ほんなら荷物を積んだら、その高さでシュシュシュッと高さでどうか。そう、だから荷物を下ろしていったら、どんどんケツがぐわーって上がっていくんですよ。そう、それ防止です。はい、うわー、乗り換えてます。あー、サイコロ、もう完全あれですね、結構年配ですね。まだ若いんですか、富山さん？いや、43。あ、そうだね、あれですね、サイコロ世代ね。あ、子供の写真と、はい、奥さんの写真とで、これはあれですね、プロ仕様ですね。プロですね、仕様が。で、天気いいですか、はい、今からアルミを、ちょっと嫌がったんでね、嫌いでね。サンジェットが変えてないんで。サンジェット、あ、サンジェット派なんや。処理してから。あ、そうですか。それ磨いた方がいいから。このホイールはアルコアですか？アルコアです。あ、アルコアですか。じゃあ磨けば光りますね。ね、今もうツイッターでも住友が多いんで。もう会社地元ですよね、群馬。群馬じゃない、埼玉。埼玉、あ、こっちです。深谷ですか？そうですか。あれ、花園の、うん、赤白の煙突の近所ですよ。おお、赤白の、僕はいつも通ってる裏道のところですね。な、動画見てくれてますね。 あそこもよく通るとか。動画、僕の動画見てくれてますね。はい、あそこのトンネル、あそこの煙突のところに、はいはい、あの熊谷のエルさんという方が近くにいてるんです。そう、いつも言われるんですよ、赤白の煙突のとこ来たら寄ってよって。はい、なんかね、僕いつも思うんですけど、はい、スーパーグレートに乗ってる人だけ、はい、結構キャッチでへこましてる人多いでしょ。 はい、あれ目立つんですかね、スーパーグレートは。ね、スーパーグレート結構へこむ、目立つんで。今日これのないタラのやつですよね。うん、タラのやつが結構ポチッと、ここポチッといってますもんね。あ、これ箱乗せ替えてるんですね。あれ、これパブコ、
ハブコなんですね。いいじゃないですか。と同じスーパーグレートです。どうです、スーパーグレート。前もスーパーグレート。で、前は普通のギガ。あ、ギガ取った。ギガから乗り換えた。やっぱどうです？踏んだ時の出だしが遅いっていうか。あ、そう？加速っていうか。信号が変わりそうな時に。はいはい。本当？踏み込みが3点ほどだ。そうそう。僕出だしは好きですけどね。まあ、最初の信号スタートで。ええ。で出だしはね。今日はほんのもここヨータバーで、あ、もう終了で、お疲れ様です。バンパーは2本なんですね。これね、あれですよ、結構ね、あのバンパーとかで、あのバンパーじゃなくて、あのゴミとかでも反応しますからね。あの角に置いてるあのゴミ、ゴミ収集した車やとかゴミにピピピピって反応するんですよ。こいつすごいわ思ってです。どうですか、ありがとうございます。今日のほんだ藤岡パーキングの動画にちょっと挟ましてもらいます。お願いします。ありがとうございます。あれ、あ、冷凍車なんですか。冷蔵ですか。じゃあ、ラーメン食べてきてください。ポチッとな。